マリサとメイはアメリカ合衆国の女優。ニューヨークシブルックリンにてイタリア系アメリカ人の両親のもとに生まれる。父親のゲイリーは弁護士、母親のパトリシア、アウィーは教師、弟のアダムも俳優。両親が演劇好きだったため、早い時期から女優になることを志す。1982年にエドワード・アルマロー高校を卒業。 ボストン大学に一年通うが、ソープオペラ、アズ・ザ・ワールド・ターンズに出演するチャンスをつかみ、ニューヨーク大学に移る。その後大学を中退。1984年に、フラミンゴ・キッドの早くで、映画デビュー。1986年に、オフ・ブロードウェイデビューし、デシアター・ワールド賞を受賞。1992年の、いとこのビニーで、ジョーペシのガール・フレンド役で、 アカデミー助演女優賞を受賞し、一役知られるようになる。いとこのビニー以降伸び悩み、一発屋と呼ばれることがあったが、2001年公開のインザベッドルームで、これまでとは違ったシリアスな役を演じ、アカデミー助演女優賞にノミネートされた。2003年には舞台でオスカーワイルドのサロメでタイトルロールを演じた。2007年公開のシドニール・ルメット監督作品。 その土曜日、7時58分と翌年公開のミッキー・ローク主演作品、レスラーでの演技が高く評価され、レスラーでアカデミー女演女優賞にノミネートされた。過去に、ロバート・ダウニー・ジュニアやダナー・ーシュブルックと交際。2008年に12歳年下俳優のローガン・マーシャル・グリーンと映画のプレミアでキスしているところを目撃され、交際の噂が出た。 社会に認められるための結婚に興味があまりない。なぜ完璧な人間に見られるために女性が子供を持たなければいけないかわからない。とも語っている。merisato, meibio, g r a p h y t i s c a l i、D、c o、D、u k マリーサと名、新恋人は12歳年下のローガン・マーシャル・グリーンシネマトゥゲー。 http://www.cinematode.jp コロンススララッッシシュュスラッシュページスラッシュ n00164032012 年11月26日閲覧。ありがとうございます。